サンサールのマラカール・ウルミラと申します。トマトアチャールの作り方をご紹介します。トマトアチャールはお漬物って、アチャールというのはお漬物です。はい、ご飯食べるとき必ずアチャールというものがあって、トマトアチャールだったり大根のアチャールだったり、いろんなアチャール、スーパーソース。これからアチャール作ります。トマトアチャール作ります。はい、2個、今日は2個使います。適当でいいから、サイズは。油ちょこっと入れて、ちょっとこれトマト、この水分を取っていきます。水分、トマトの水分、これちょっと臭みを取るために、生臭みを取るために焼いていきます。この山椒、ミキサーに入れます。香りもいい香りするし、ちっちゃいミニトマトでも大丈夫ですよ。はい、このぐらいです。山椒、唐辛子、ニンニク、生姜が入りましたね。あとお塩も入れます。はい、ミキサーかけますね。油少し入れますね。油入れて、クミンとコリアンダーホール少し入れて、ちょっと茶色くなってきたらターメリックちょっと入れて、先のトマト、じゃあ1リパウダー少し、小さいトマトでやるときこんなに水っぽくないんですよ。だからこうやって煮る必要ないんですけれども、これちょっと水っぽいからちょっと煮ますね。コリアンダーパウダー少し、少し水分なくなるぐらい、ほとんど大丈夫ですけれども、少し。これ冷たくなったらこれにきゅうりつけて食べてもいいし、何でも使える、スーパーソースはい、これで OK、 これで OK です。冷ましておきます。トマト粉アチャールボニョ。